2007年12月7日から12月16日にかけて日本で開催された第4回目の FIFA フフクラブワールドカップである。今大会より開催国枠が新設され、日本の J1 優勝チームが出場することになっていたが、日本が所属する AFC 主催の AFC チャンピオンズリーグで、浦和レッズが優勝し AFC 代表となったため、開催国枠は、 AFC チャンピオンズリーグでの準優勝チームに与えられた。それにより、同年の J1 優勝チームであるカシマアントラーズは出場できなかった。OFC 代表と開催国枠チームが開幕直後にプレーオフで対戦し、決勝トーナメントの最後の1枠を争う。以下コンカカーフ代表、AFC 代表、カフ代表が準々決勝からコンメボル代表、 UEFA 代表が準決勝から登場。なお、今大会のみ5位決定戦は行われず、準々決勝で敗れたチームがそのまま5位となった。開催国のウラーレッツが AFC チャンピオンズリーグで優勝したため、2位のセパハンが繰り上げ出場、チーム1ム二、チーム2、チーム1一 v チーム2、チーム1ム位、チーム2、チーム1 v チーム2、 チーム1 v チーム2、チーム1 v チーム2、ありがとうございます。